い、皆さんこんにちは。今日のお客様はフードトレーナーの三泊です。はい、三泊さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。三泊さんの最近お出しになった本ですね、パーソナルフードトレーニング。はい。帯が中村健吾選手、もう選手じゃないんですけども、はい、あの私のところで年に1回血液の検査を、はい、受けていただいておりました、うんうん、もうね、Jリーガーだけでもすごいですよ。あの大久保嘉人選手、杉岡大樹選手、三笘雄斗選手、高山薫選手、大滝洋平選手、大久保嘉人選手、今季すごく調子いいじゃないですか。そうですよね。あれも三笘さんのトレーナーのおかげで。スポーツ選手以外でも、はい、あの例えば女優の国生さゆりさんのアドバイザーみたいなトレーナーもされているという。そうですね、はい、やっぱり女優さんは女優さん独特の、うん、まあ、女性らしい体作りですとか、アスリートの方とは違って試合とかはないので、そうですね、はい、うん、なので日常からもうあの生活を、まあ、なんていうかプロデュースさせていただくというか、うん、食生活全体を見させていただくようにさせていただいております、うんうん、フードトレーナーっていう職業があると思ってですね、はい、検索したらですね、はい、まず出てくるのがフード付きのトレーナーなんですよ。フードトレーナーっていう、はい、あのお仕事っていうか職種というのは、これはあの三泊さんがつけたものなんですか。そうですね、私があの造語というか一番アスリートの方に理解していただきやすいように、うん、あえてフードトレーナーと名乗らせていただいております。うん、まあ、アスリートの食べ物について扱う職業っていうのは、はい、あの例えばいろいろあると思うんですよ。あの例えば管理栄養士とかですね、うんうんうん、これはもちろん資格がいるお仕事ですよね、はいはい、フードトレーナーっていうのはなんか資格みたいなものってあるんですか。一応、はい、あの一通りというかそのスポーツ栄養に関する資格も、うん、持ち合わせておりまして、うんうん、ただそのフードトレーナーっていう資格はないの、別にないので、うんうんうん、同業者みたいな人っていないんですか。そう、まあ、多分一番近い同業者が、うん、本当管理栄養士さんたちが私と同じポジションにつくと思うんですけど、うん、私の場合はその食生活全般をディレクションするっていうのが仕事になってくるので、うん、まあ、あのトレーニングや練習、まあ、練習試合のコンディションに合わせた、うん、まあ、サポートをさせていただいております。おそらく管理栄養士さんっていうのは、はい、いろいろとこう食事に対するアドバイスはするんだけど、はい、多分試合は見に行かないと思うんですよ。まあ中にはね、お好きで見に行かれてる方も、はい、いらっしゃるかもしれないですけど、三笘さんの場合は、三笘さんの場合は結構ちゃんと試合もご覧になる。はい、必ず全員の試合は、うん、生では見れない時もあるんですけど、なるべく毎週末現場、あの試合会場に足を運ぶように。やっぱりその会場でどれだけパフォーマンス出されてるかっていうアウトプットを、まあ、画像とか映像じゃなくて見ないことにはちょっと私の仕事始まらないなっていう。あ、そうですか、はい、実はお住まいといいますか普段の生活は、はい、東京じゃなくて北九州。そうですね、あの家族が北九州におりますので、うん、北九州と東京行ったり来たりしながら生活しております。パートナー選手の所属を見ますと、はい、まあ、大久保選手はまあ大阪じゃないですか、はい、であと杉岡選手が鹿島、はい、他にあ と、大分とか、まあ、長崎とかそういったまあ九州の選手もいれば、西村拓磨選手は、ね、仙台だし、はい、もう結構あちこち飛び回ってる感じですか。そうですね、あの今シーズンは特に移籍されて、うん、まあ、秋田、山形から、うん、本当大分、うん、福岡、長崎って。あの小さいお子さんもいらっしゃいますよね。はい、小学校4年生になりました。4年生、はい、でお母さんずっと外ですか。まあ、あの結構帰れてはいるので、うん、あのいる時はもうべったり一緒に過ごして、うん、試合会場も一緒に行かせていただけるところは一緒に、お子さんと一緒に、はい、行かせてもらってます。海外でプレーする選手、はい、例えばの中村京雅という選手が、はい、シンガポール。あ、そうですね、うん、はい、最近ちょっとあのなかなか気軽にね海外に行けない、はい、今そういう状況じゃないですか、はい、こういう方はどうしてるんですか。リモートで、うん、
Zoom とか、うん、まあ、LINE とか使いながらサポートをさせていただいてます、うんうんうん、最近の YouTube にもなんかあのお料理教室というかキッチンセッション、はいはい、あれキッチンセッションって言うんですか、はい、そうです、うん、私のサービスの一つで、あのお互いに同じ材料を集め、うん、用意して、うん、で一緒にご飯を作りながら、うん、まあ、こういう、まあ、普段の生活のことを、まあ、聞き取りしたりとか、うんうんうん、一緒に作ってこういった、うん、まあ、手順でやるんだよみたいな、本当リモートお料理教室ですね。 あれ他の選手に対してもやってるわけですか、はい、やってる方、特に去年コロナだったので、うんうんうん、あの多くの方と直接お会いできなかったので、うんうん、結構リモートで。パートナー選手の方って今何人いらっしゃるんですか、はい、シーズンで見られてる方は10人から15人くらいの方がいらっしゃって、うん、であとは、まあ、血液検査とか、まあ、お怪我されたタイミングとか、うん、そういった形で単発で見させていただいたり、一人でその15人ってそのカバーできるものなんですか。そうですね、まあ、結構私のパートナーのお客様は、うん、3年目とか4年目とか、うん、長い方が多いので、うん、もう大体こう出来上がってるというか、うん、リズムはできてる、うんうんうん、でその中で、ね、年齢いくごとに、まあ、試合のタイミングごとに、まあ、その時その時でこう変えていってるっていう形なので、まあ、なんかマンションの管理人さんみたいなイメージではい、何回もお客様、何回もお客様っていう感じ、うんうんうん、形で、はい、あの、まあ、管理、まあ、システム使いながら管理させていただいております。うーん、まあ、フードトレーナーというお仕事ね、はい、まあ、ただ単にその食事の取り方とか、うんうん、あと、まあ、栄養のバランスのアドバイスとか、まあ、それだけじゃなくて、まあ、先ほどね、そのパフォーマンスを実際に、ね、スタジアムでチェックするということ以外にも、はい、そこまでやるのっていうですね、はい、結構びっくりしたんですけど、はい、選手がその、まあ、選手って結構移籍して引っ越しが多いじゃないですか、はいはい、であとやっぱりこう結婚したりお子さん生まれたりでも生活環境変わるっていうのもよくありますよね、はい、でその引っ越しの時になんか冷蔵庫とか鍋の買い物にも付き合うってこれどういう理由ですか。あのまあ男性のお客様ですので、うん、なんかこうお鍋もどれ揃えたらいいか分かんないみたいな、なんかこう、うん、どのお鍋、例えば IH なのかガスコンロなのかで揃えるお鍋が違うように、こう何買ったらいいかわからないっておっしゃられてる方とかも結構いらっしゃるので、うんうん、そしたらでも一緒にじゃあホームセンター行こうって、でこれがあなたにとっては使いやすいと思うよっていうアドバイスをさせていただいたり、うん、はい。結婚してる選手の場合、はい、選手の奥さんとも結構コミュニケーションをする。はい、積極的にやっぱり奥様も一丸となってチームで選手を支えていた方がやっぱり選手のコンディションもすごく伸びますので、うん、はい、仲良くさせていただいております。で、まあ、選手って基本的にね、あのストイックな人が多いと思うんですけど、うん、はい、中にはついついな唐揚げ食べちゃう選手とか、うん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 、特に若い選手とかね、はいはいはい、いると思うんですけども、はい、やっぱり頭から否定するとか、うん、これがダメっていうともう拒否される方もやっぱり多いので、そういう、まあ、嗜好品と呼ぶようなもの、うん、お酒とか、うん、まあ、揚げ物とか、うん、そういったものを食べるタイミングを、まあ、丁寧にお伝えさせていただいて、でこういうタイミングで食べる分にはあまりパフォーマンスに響かないと思うから、うん、こういう食べ方どうですかとか、はい、で、まあ、どうしてもやっぱり験担ぎだったり、うん、選手によっては、うん、どうしても試合前にカレーを食べなきゃやる気が出ないっていう、ね、長年の慣習みたいなのである方もいらっしゃるので、そういう場合はもうあのそれは尊重させてもらって、うん、でそれを活かしながらどう対応していくかって次の食事のことを考えてアドバイスさせてもらってますね、うんうんうん、例えばね、はい、じゃああえて聞きますけど、はい、大久保嘉人選手って、はい、なんかやっぱりこう三笘さんに言うことをちゃんと聞くんだろうかってこうと思ったりするんですけどどうですか。しっかりこう、うん、私の説明に対しても真摯に向き合ってくださいますし、うん、はい、まあ、もちろんそのお子さんもたくさんいらっしゃるの で、ね、はい、うん、生活優先の中でやっぱ自分のことを知りたいっていう欲はものすごく高い方だと思います。だからもっと良くするためにはどうしたらいいのかっていうのを常にアンテナ張ってらっしゃるので、やっぱその欲があるからこそ年齢に
負、ねね、けないようにパフォーマンスが出てるのだと思います、うん、健吾さんも、うん、健吾選手もとっても自分のことをよく知っていらっしゃいますね、うんうん、もう私があの言わなくても全然大丈夫なレベルの当然選手なんですけれども、うん、それでもそのミトちゃんと話をこうして、うん、こう吸収したいっておっしゃってくださって、うん、自分を知ることによって、はい、うん、よりこう高いパフォーマンスを得るにはどうしたらいいかっていう、そういうやっぱりこう勉強熱心な人がやっぱりこう本当にプロフェッショナルっていう感じですかね。そうですね、はい、なんか、うん、皆さん身体能力は高いんですけど、うん、なかなかこう体調どうとか聞いてもあおいいっすみたいなざっくりこう言われる方がすごく多いんですけど、うんうんうん、やっぱりそう自分のことをすごく知ってらっしゃる選手は結構細かく、うん、今日すごく寝れたんですけど、こういう瞬間にちょっと、まあ、キレが出ませんでしたとか、うんうん、そういう、まあ、やっぱり自分のことをすごく知ってる方の方が、まあ、この先長く、うん、サッカーできるんじゃないかなって思って見てます。まあ、こういう時代ですから、はい、まあ、リモートとかオンラインっていうもので、まあ、かなり便利にもなったし、はい、まあ、それをこうフル活用した方がより効率的にいろんな人にアドバイスができると思うんですけども、はい、あえてちゃんとこのフェイストゥーフェイスで話を聞くことによって得られる情報量ってやっぱりこうすごく違いますよね。はい、全然違うと思います。やっぱりこう一緒にいる空気感だったり、うんうんうん、ここで の, その目に見えないですけどエネルギーの交換量だったり全然違いますし、まあ、普段そのさっき言ったように元気ですかって聞いたら元気っすって言ってるけど、実はちょっとなんかん前までとちょっと顔色が悪いぞとか、うん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 、あとは、まあ、20代の選手たちですとこう肌が荒れてたりとかすると、あ、ちょっと腸の調子が良くないのかなとか、そういうサインも取れるので、うん、やっぱりリアルでお会いできるっていうのはすごく大事にしてます、うん、その、まあ、お邪魔にならない頻度でお会いさせていただいてますけど、やっぱ月に1回ないしは、うん、まあ、試合とセッションとで月に2回くらいお会いできるのがまあ理想かなと思って、うん、で、お帰りになるのは明日の夜一旦帰ります。あ、そうですか。また週末は大分の試合なので、うんうん、大分に行くので、はい、いや本当になんか一番なんかこう大変そうですね。選手の方が大変なので、はい、全然私は、はいはい、ついていくだけです、はい、ということで、まあ、前半はですね、はい、まあ、こんな感じでまずフードトレーナーとはどんなお仕事でどういうスケジュール感でいつもこういうお仕事をしているかについて伺いました、はい、後半はですね、よりじゃあそんな三笘さんがなぜフードトレーナーになったのかですとか、うんうん、あとそのフードトレーナーから見たサッカー界ってどんなのとかですね、はい、あと今日このお召し物がなぜいつも苦労してるのかみたいな話も伺いたいと思います、はい、とりあえずありがとうございました。ありがとうございました。